そしたら最後に一名だけ。マイクもちょっとお待ちください。いや、橋本さん、日本一人にストレスを与える人です。そうですね。はい、本当に初めてお会いしてそう感じました。はい、で質問一つだけします。私の友人が東京の杉並区の課長をしているんですけれども、はい、東京都、東京区に戻りたいというふうに言っておられるんです。というのは、全部お金が東京都に集まって、降りてくるお金が少ない。それやったら元の政令指定都市に戻ってきっちりと福祉を充実させたいという意見があるんやけれども、橋本さんの話やったら東京都のようになったらいいと言ってるけれども、東京都の人たちはそれが嫌やと言うてはるんですよ。何名の方ですかね。課長さんです、まあ、その課長さん一人、それは大阪都構想についての賛成反対は大阪府民の中でもこれ何十万人が賛成反対言ってるので、まあ、東京都の杉並区の課長さんが、まあ、そういう意見を持ってるからといって東京都民全体の声だとは思いません。これは別の番組で、まあ、いろいろ東京のコメンテーターの人が来ていましたけども、東京都民は誰も元に戻りたいなんていう人は言ってないということを言ってますのでね、これはもう課長さんの話だけではちょっと難しいです。まあ、要は静かになさって今の東京を見ていただいて、皆さん見ていただいて、じゃあ東京に二重行政があるのか、東京都と、まあ、さっき言った東京都と特別静かに、まあ、お静かになさってください。二重行政がいいという人はもう大阪都構想反対してください。もう説得するそうじゃないです。で、二重行政がいいとか言う方もいいですけど、聞いてる人に貼るんで、東京都には二重行政はありません。それから東京都庁と4番お願いします。この割合です。もうこれだけを見ていただいて、東京都庁と特別区のこういう割合を目指していくのか、あくまでもこういう大阪府、大阪市がこういう負担をしていく役所を続けるのか、もうそこですから、杉並区の課長さんの意見は知りませんけども、あとはもう皆さんにご判断していただきたいと思っております。次の方は以上とさせていただきます。どうもありがとうございます。本当に長時間ありがとうございました。一番関係1番でしたから不十分だと思いますけれども、本当に未来の大阪を決める重要な重要な、もう日本の歴史上初めての住民投票ということになりますので、まあ、今回の僕の提案したこの解決策が本当に大阪の問題を解決するための方法としてふさわしいかどうかは皆さんにご判断していただいて、5月17日1票を投じていただきたいと思います。本当に長時間どうもありがとうございました。